戦砲を撃っています。ありあり赤あり、これは形が良くないんで本一ぐらいかなと。ただ親なので三腕、虎の三腕引いてくるとか、まあ本一が一番ポン素直でいいと。あ、いいピンがポンされた。ドラが3ワンなので一応ドラ受けを残しといて、何あたりから切っていこうかなと。あと自敗が重なると、ちょっと最初に描いた通りやってみよう。今のはこの白とか発とかチュンとか一本切れのやつを切る方が、うわ、一数ピンが、ちょっと一数ピンこんだけ流れると本一難しいかなって気がしてくるんで、1枚切れの発、まあダブトン泣いて、ちょっと総図かマンズに待ちを求めたいですね。ポン、ちょっとピンズ苦しそうなんで、でもトンハク泣くと自然とこのマンズが出ていくんですが、パス、いやーむずいな。ちょっと2ピン3ピンを落としたいですね。本位置いかないでウッパーワンを残して、2ピン3ピン残してウッパーワンで上がりを取りたいんで、本位置いかないですね。これまだ、ただ E ピン数ピンがまだ1枚ずつあるので、それを引ければ話早いですね。もちろん積もる可能性も、青すごい、トンか白はポンします。チードン、差し子の三色、これもピンズ多めだけど単品の方がこれはいい気がしますね。ウーワンスーソーあるんで、まあ自敗処理していって、ツモがピンズばっかり引いてくるんであれば本一いきますけど、ああこう来たか。そんなに本一にこだわる必要ないですね。リーチドラさんでもいいですし、もう一個自敗重なれば当然自然な形で本一いきますけど、まあ初はポンですね。一泣きのポン、まあ、9-1振りってるんで、次ピンズ引いてきたらスーソーかチーワン落としたいかなと。本一を見てる、強く見てるわけじゃないけど自然と、でみんな変則手ですね。右はソーズですね。右はソーズ、右はソーズなんで、この辺切る、スーソー切るとチーですね、多分。トン切るとポン。その、あ、トンは2枚切れか。トンは2枚切れです。まあ、自然とツモが伸びて、本一なれば一番いいですね。スーピンにくっつけて、テンパイ。あ、テンパイじゃない。スーピンにくっ。
れ、ソーズが余ってきた。右ソーズ出てきましたね。なんだろう、8巡目でソーズが3連チャンで出てくるっていうのはちょっと違和感ありますね。そんな簡単に面本で張らないだろうと。ただ今スーソーとローソー通ったんで、本一じゃないのかな。リャンゾーはまだ切れてない。ドン。左見てなかったですね。右ばっか見てました。点数状況的に満貫を上がりたい点数状況です。親がなくて8000点差。狙えない、何を狙っていいか分かんない手ですね。まあ7八9とかちゃんとは見た方が良かったのか。この形から7八9が完成するとは到底思えないんで、これはなんか今の時点で半分折りの気がします。まあ7八9のペンちゃんがずっぽり来るのか、チートにでもなってくれるか、偶然手が進んだ時だけ攻めようかなと。今の時点はそんなに攻める気がないんで。あ、でも一応メンツにはなった。なんか安い手で1000点とか2000点で親が連チャンしてくれればいいなと。一応7八9の3色も見といて、リーチ。で、初泣いて、チーソーで三色と。チー。チードン。高いですね。12000点差。まあさっきよりは進みやすいハイパイですね。両ピン持ってくるんで、イースワン、イースーピンで2面通。6球ピンで3面通。あとどこかで両面作りたいなと。トーンは落としていく可能性もあるので、2差しなんかができた時に、まあ1-2-3も一応見てあげるか。まあこうなると今度チャンタが見えてくるんで、ウーソー2枚落とそうかなと。で、ドラの両ピン持ってきて、なんとか1-2-3の方で作りたいですね。もう捨て牌も
こういう時は大げさに、本一とか変則点狙うと、狙う時は大げさにやって向こうに注目させるぐらいでちょうどいいと思います。パスパス。ピンが3枚切れてるんで、今ドラ持ってくるとちゃんと難しいんですね。ポン。どうしようかな。今ドラ持ってきた時に残り1枚のEピンを期待して。まあでもドラ持ってきたら残り1枚の E ピンを積もるってことを考えてピンズの下のメンツを取っときます。ちょっと今安い点数上がる場じゃないんでパワー1の地位はないです。リーチ。パワー1残り2枚。9ピンが出てないですね。不自然ですね。ピンズがものすごい高いです。ポン。なので、まあ、ピンズの染め手と考えて。これも。まあ、ピンズの染め手2人いるぐらいの考えなので。ウーパーピンとウーパーピンとスッチーピン。10-4はダブロンがあるのかちょっと私わからないんですが、頭跳ねなのかダブロンあるのか、まあ1人ノーテンだと4000点差が縮まるんで地味に痛いですね。ただ前局はもうどうしてもピンズを切らないっていう前提でピンズを積もってきたんで、まあ降りて正解だと思いますね。ポン。シャアがドラ。3人ともピン付けの牌だけど上は本一じゃないか。で私の手は2差しを作って単用の2差しかシャージャントの2差しにしたいところですね。点数の高さも欲しい場なんで、初とチューンをポン。しかも2人とも本一じゃないっていうことはどっちかがシャア2枚持ってますね。それか赤がごっそりあるか。初のみ。ああ、まあ上の人はトップだし親なんでチュンのみで連チャンっていうのは大いにあります。ただ右の人は先天で流す場じゃないんでリーチ。ちょっと3色なりませんでしたけど、まあ2人とも2人泣いてくれてるんで、この上の2人から出てくる可能性が大いにあるんでリーチです。この上の2人はもうテンパイ泣いちゃってますし攻めてくるんで、まあ、ローンされる可能性も高いんですが、相手から出てくる可能性があるんでリーチをしました。
まあローアンも通ってるんで、あと多分シャアはどっちかが統一で持ってるんで、ドン、シャアを積もってきて頬に放つっていうことは多分ないという確信があるんでのリーチですね。今の状態でシャア切ったら間違いなくどっちかがロンって言うんで、ただ私が自分で2枚持ってるってことは相手も統一でジャン等か待ちになってて、もう4枚見えてるんで、まあシャアを積もってくることはないだろうと。でトップがちょっとこの点数、この手牌はきついですね。なんとか2差しとか差し後に手をねじ曲げて D1 3色ドラ1ぐらいに作りたいと思います。2茶まで4000点、1茶まで9800点、マンツモで1茶です。マンツモで1茶、ハネマンマンツモで1茶、2差しの3式で積もってトップですね。ポン、スーワンが4枚枯れて456か、スーワン4枚枯れたんでリアンワンさんは使いづらいですね。他の人はトップ確定させるためのリーチ、多分両面ですね。どうせ積もれるからリーチみたいな。ただこれ直撃のチャンスなんで、あ、裏めったか。あら、親がまさかのツモ。ちょっと4茶の可能性も見えてきちゃいましたね、今のツモで。トップは点数は変わらずなんで満ツモでトップ、まあ、ある意味もう一回仕切り直してくれたんで、まあ、ビリになる可能性もありますけど、トップになる可能性もう一回作れたんで、まあよしと。チーで親はとじゃなくて、トップはもちろん先手で逃げるんでちゃんとですね、ウソを切ってるんで本一じゃない、ちゃんとか手牌に薬牌みあんこか。手牌にあん、地牌あんこの123の地位だったら全くいいと思うんですが、今から例えばペイ2枚ペイをなく前提での上がりみたいな、まだ役は確定しなくてポンを頼って先に123チーしたんであれば、ちょっとまあぬるいなと思われがちな、
きだと思います。チで右は単野をですね、また自敗がドラの時は誰かが統一で持ってるって考えて、まあそのぐらい考えて自然なんで、右も上も初2枚どっちかが持ってて、初ドラ3、初が出てくることを期待して、あ、上3色か、ポン、上は3色ですね、先点、右はチュン、初は切らないですね、私も。でも初を切れてきてますね。初を切ってメンリーチをかけろと。いや、どうしようこれ。ちょっと迷ってるな。ポン、やっぱり右の人初でしたね。チュンドラさん、ドン、チュンドラさん、まあ、上の人も多分テンパっていたんで、自分で上がりを決めるため、いやでも私は初切らないですね。テンパイしてたとしても初は抑えますね。上の人トップなので、初抱えて脳天と手を伏せればいいだけなので、ちょっと今のはその終盤でションパイの自敗のドラが、しかも泣いてる人がいて切ってくるのはちょっとぬるいかなという感じの一局ではありました。まあ、今日はこんな感じです。どうもありがとうございました。